こちらです。私の名前は水島明菜。今日、帝王切開で出産しました。水島さん、元気な男の子ですよ。うわぁ、ちっちゃい。あれなんだろ、う、全然感情が湧かない。本当に私の子なのかな数日後。あれ体重増えてない。母乳あげても全然飲んでくれない。あら。 今日もおっぱい飲んでないのはい。水島さん、もっと頑張らないと。赤ちゃんのためにもね。は、はあ。頑張れって言われても、粉ミルク増やしてくれないのかな。それじゃあ。あ、あの、私、足がパンパンにむくんでて、ちょっと見てもらいたくて。えあ、はーい。水島さん、足のむくみはしばらく様子見てください。え誰も。 助けてくれないんだ退院後私は一度実家へ帰ることにしたおかえりなさい大変だったねお母さんあらあら母の顔を見て安堵したのもつかの間ギャうギャうギャーよしよしどうしたのギャうギャー実家に戻っても結局24時間面倒を見るのは一緒かでもみんながやってることだから頑張らないと しばらくして、夫のいる自宅に帰った。夫は朝早くから夜遅くまで仕事でいない。できるだけ早く帰るから、ごめん。周りに知り合いもいないし、私一人で赤ちゃんを守れるの。あーああああれいつもと泣き方が違う赤ちゃん、死んじゃったらどうしよう。育児に対するプレッシャーから、私は赤ちゃんの泣き声に過敏になっていった。<noise> そんなストレスが重なり、ジンマシンが治らず、 皮膚科に通い出したが。一向に治らないね。一度精神科に行った方がいい。精神科私、そんなに重症なんだ。私は次第に家事も手につかなくなり、ついには育児放棄をするようになっていった。もう限界だ。児童相談所に話そう。はい、こちら、〇〇中央児童相談所です。私、息子をネグレクトしていて、命の危険があるから保護してください。 ああ、今、そういう人いっぱいいるんで、相談の予約入れるにも、一ヶ月待ちですね。空きが出たらまた連絡しますので。どうしたらいいのああ。数時間後。会社早退してきた。大丈夫かひろし、私もうダメ。お、おい。私には子供なんて育てられない。あきな、落ち着いて。その後、事情を知った夫が、自相にもう一度電話して、子供を一時保護してもらった。 通っていた精神科を変え、産後うつに理解のある先生に見てもらうと、先生は、産後うつは人間性の問題ではなく、ホルモンバランスの変化です。自分を犠牲にして育児をしてはいけません。まずは休んで自分を大事にしましょう。はい。そして、先生の言葉に助けられた私は、長男を保育園に入れ、自分の体を休めることにした。産後うつは治る。産後うつになってしまったら、ちょっと休む。 これが当たり前になる世の中になってほしい今日はここまでまた見に来てね